はい、どうも、シュイティビでーす。お願いします。というわけで、新年一発目の動画をね、もう今、連チャンで出してると思うんですけど、これで最後になります。女子野球選手のカバンの中身チェックパパ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 というわけで、お二人のカバンの中をチェックさせていただきます。はい、大丈夫ですか？大丈夫だと思います。なんかあるちょっとなんかあるかな怖いね。まず、キンキンからいこうか。はい。はい、行きましょう。お願いします。お願いします。拝見です。恥ずかしいな、これ。なんか上に変なタッパーがある。何これ。黒糖？黒糖です。黒糖出た。沖縄人やから。さすが。沖縄人なので黒糖。沖縄の黒糖？はい。入ってます。すごいね。これ仕込んできたか、まさか。真ん中にチェック。ちゃんとあのシーズン中とか入ってます。マジで？はい。塩分チャージとか食べるじゃないですか。うん。黒糖チャージしますか？黒糖チャージあります。あります。あの。タブレットみたいなやつ。タブレット、いや、タブレットみたいな。タブレットも置かれてるけど、黒糖も置かれてるんですよ、こんな。マジで。はい。すごいね。そして。あ、普通にタオル。タオル、何のタオルですか。自分履正社の専門学校出身なので。マジで。はい。おら、履正社じゃないですか。履正社のタオルです。うわ、すごい。そして。あ、グローブ。あ、さっき紹介したやつ。はい。グローブです。はい、グローブ。グローブですね、はい。あ、またグローブです。グローブ。はい。あの、SSあ、これね。あ、はいはいはい。飲み物。飲み物、お、お、何飲むんですか。お、あやたかっすね。はい。さすがっすね。あとスパイク。あ、スパイク。おお、はい。やっぱ必要なの、野球で。素晴らしい素晴らしい。変なもんないな、あんま。オロナミンC。オロナミンCいいね。え、スポンサーまさか。いや。イメージキャラクター？あとは。無視だった。もううるせえみたいになってる、うるせえって。あとは寒いので帰ろう、予備で持ってた。はい、今日使うよな。今日使った。今日使いました。 あと予備で。あ、予備でいっぱい入れてる時10枚くらい入れてます。マジか。え、もらった。もらった。あげました。持ったんか、言ってよ。あと何があるか。そしてあと数珠。数珠、沖縄の。沖縄の数珠。はい。キラ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 してる。わ、キラキラしてる。わ、すごい。手震えてます。手が震えてます。寒い。手が震えてます。手がとんでもなく震えてます。1月寒いんで。寒いっすね。ちょっと気温に慣れてないっすね。そうっすね、新年なんで。あとはこれポーチなんですけど、ベスターズのポーチ。ベスターズです。お、クレヨンしんちゃん好きなんで。ああ、だんだんしんちゃんに見えてきたよ。見えます。しんちゃん、しんちゃんとしんちゃんでしょ。いや、そうです。はい。あとハンドクリーム。うわ、女子。めっちゃ女子やってんの本当に。え、塗ってます。塗ってる、塗ってる。失礼な。失礼な。すみませんでした。すみません。ヨヘテロップで謝っといて。あと試合の時につけるリストバンド。あ、マジ？いいねいいね。何のメーカーですか？あ、ナイキです。ナイキ。これは友達にもらいました。いい友達いんな。はい。他。あと何ですか？え、コンタクトとか。あ、コンタクトね。オッケーオッケー。大事なんで。大事ですね。あとは日焼け止めです。日焼け止め。よく見てください。新品です。え？買っただけ？これやってました。やってる。今日コンビニ寄ったでしょ。え、あ、朝。夏ぐらいに使うって決めて買ったんですけど、うんうん、飽きてなかった。何のため買ったん？持ってたらもう日焼け止めされてますみたいな。でも最近はめちゃくちゃ肌に気使ってるんで。素晴らしい。ちょっと頑張ろうと思ってます。いいね。使います。使おう使おう。来シーズンは絶対使います。ここで宣言していいんだ。あとは以上ですかね。以上ですか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そのサングラスは、そうですね、自分の。自分のオフリです。オーダー既製品だったんですけど、うん、ちょっと自分で買いました。あ、マジか。ここ赤い、こっち黒だったんですけど赤にして、うん、マジで。はい、いいね、おしゃれ。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、さあラスト、ラストです。はい。名前の中にみって何個あります。みは3つです。3つ、さすがっす。三上選手、はい、カバンの中身いいですか。はい。なんか変なものあります。変なものはないですね。ないですか。はい。カブトムシの幼虫とかいない？大丈夫？あー、いるかな。いるの？この間捨てたかもしれない。埋めてあげて。お、はい、この袋は、これは前原スポーツさんの。出ました。これもお気に入りでずっと使ってます。うわ、名前入ってんじゃないですか。そうなんですよ、名前入ってるじゃん。これね、これ初めて会った場所ですよね、前原さん。そうです。そうですよね、チェイヤン。で、グローブが、おお、出た、はい、これね、
紹介しましたね。はい、はい、あとはこれです。何これ。唾液エフェクトって言って、はい、グラブとかにこうちょっとプシュプシュってやって手でこうやってやるとすごいグリップ力が良くなるんで、うん、あの試合の合間とかにこうやってる。やってます。マジか。はい、アクエリアス。アクエリアス、お、いいね。アクエリアス、スポーツ選手や。あとはサングラスです。お、サングラス。メーカーはオークリー。メーカーはオークリーで、これ初お給料で。マジ買いました。2018年か9年モデルのやつで。へえ。じゃあ女子プロ初給料。そうです、初お給料で買いました。あ、あとこれですね。あれ、ベルガーデン。これ自分のシルエットと名前を入れて。あ、本当だ。確かにこれさ、ずっと女子プロとかクラブチームとかでもずっと使ってるよね。そうです。ね、見るわ。これ結構お気に入りです。お気に入り、これ、はい、何回ぐらい守られましたか。まだ0回です。0回、0回。あ、でもね、でもね、いつ当たるか分かんないから。そうですね。ね、そうですよね。いいな。じゃあエルボーもあるんですか。エルボーは紐ちぎれちゃって。マジか。今これしかない。これしかないな。ちょっとベルガードの方ね、見てたらぜひぜひお願いします。お願いします。ぜひお願いします。タオルですね。タオル、お、これもなんすか、名前入りのやつです。おら、アンダーマーのなんか名前入りが大好きなやつみたいになってるんですけど。超大好きやん。たまたまです。超大好き。あとはスパイクですね。スパイクは、お、スパイクはなんかあれですか、チームで履いてるやつとも自分でオリジナルで自分でなんか買ったやつ。はい、足疲れちゃうんで。そうだよね、練習の時はポイントで。なるほど、はい、じゃあこれで2試合いけるね。いきます。3試合か。結構お気に入り。いいね。未来ツリー。あー、どうしたそれ。翔平さんからいただきました。あ、あの時のやつ。あ、2年前買ったやつね。そうです。2年前のやつまだ持ってるよ。嘘嘘嘘。やばい、さっき買いました。さっきね、さっき買いました。で、あと化粧ポーチとか。化粧ポーチ、やっぱハンドクリームとか。これもなんかミホみたいな。ミホみたいな。ミホって書いてあるっぽいんですけど違いますね、うん、これ。違う。ちょっとなんて書いてあるかわからない。頼むよそこ。ちょっとわからない。ここにハンドクリームとかいろいろ入ってます。おお、え、あれは日焼け止めはちゃんと使ってる？日焼け止めは使ってます。使ってます。もちろん使ってるの。使ってる使ってる。こっちにもポーチがあって。うん、あ、かわいい。パンダ。パンダの。ハンカチティッシュとか、あと。おら、モバイルバッテリーにやってますね、これやってますね。ステッカーを貼らせていただきました。やってますよね、これね。オープンワールドさんとのコラボでね。そうです、作ってもらったんですけど、今ね、オープンワールドでグローブとかバットとかを購入すると、はい、こういうシールがついてくるんですよ。 YouTuber シールがついてくるっていう特典やつ。翔平さんのもあるんですか。僕のあります。僕のとか、おいチャンネルとか。去年の10月にコンビになってから今落としたよ、今。あーとか言って手がかじかんじゃってね。しょうがないよね。手がかじかんだだけ。組んですぐかな、10月組んだから、まあ11月12月ぐらいに撮りました、これ。へー。撮ったやつをオープンワールドさんに送ったら、背景とかを全部こう切り抜いてくれて、僕らのシルエットだけにしてくれて、すごい、やってくれました。オリジナルのモバイルバッテリーよく使うんで嬉しいね。あとはハンカチ。ハンカチ、お、カピバラ。カピバラ好き。カピバラ、ほんと可愛い。前から、前からね、この前からそうだよね。カピバラ、ちょっとカピバラの真似してもらっていいですか。前見たじゃん、カピバラ。ちょっと真似してもらっていいですか。もね、カピバラの真似も、ちょっと目が、この目がなんかすげえ集中してる。これ放送事故です。放送事故。大丈夫これ。あとは香水とかイヤホン。あら、香水つけるんや。ちなみにこれは金城さんのプレゼントで。マジ？はい、お気に入りです。めっちゃいいやん。で、あとイヤホンです。優しい金ちゃん、優しい。お菓子です。お菓子、私梅が好きなんで、めっちゃくしゃくしゃ。めっちゃ好きじゃない。お得梅じゃん。この白いやつ好き。あ、これですか。そう、これ、これ、これ食べるわ。これ食べ過ぎたら顔パンパンになるんで。マジですか。だから今日パンパンなんですか。あ、違います。食べてないんですから今日。だってほら、ヘルメットのサイズもやっぱちょっと。それ頭です。頭、すいません。すいません。まだ食べてないんで、これ。はい、ちなみに財布って何使ってるんですか。財布はコーチ使ってる。コーチは、はい、おしゃれだな。基本的に全部コーチで。コーチ、はい、
すごいね、素晴らしいね。あ、日焼け止めもちゃんと入ってます。入ってる、ヘッドちゃんと減ってる、はい、開いてる、開いてます、開いてます、開いてる、ちゃんと開いてる、はい、本当に絆創膏とか、あ、目薬とか。これクマモンじゃないんだ、クマモンに見えたけど、な、何これ。私がニッシー好きなんで、ニッシーのキャラクターなんですけど、トリプル A の、トリプル A の、あ、そうなんだ、ニッシー好きな、ニッシー好きです。いいね、この中にいろいろ入ってます。へえー、かわいい。で、消毒液、衝撃、素晴らしい、素晴らしいですよ。もう声が出ない、声が出ない、もう声が出ない、声が出ない。 99.9% 素晴らしいね、除菌なんて、素晴らしい。以上です。以上ですか、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お二人ともすごい個性のあるね、カバンの中身でした。まあ本当にでも野球のためにっていう感じがしましたね。僕なんかはめちゃめちゃ量あるんで、荷物、おー、グローブもそうですけど、スパイクも2種類あったり、バットも2本あったり、三脚が3本と、あのカメラの機材がブワーってあるんで、そうですね、もう、そうそうそう、だからこの荷物じゃ収まらないです、僕も両辺も。そう、なんか両辺が大きく見えんな。170になったかね、俺も。なってないです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい。いい一日でしたね。楽しかったです。久しぶりに気合の入った撮影でした。怒られるか。言い方悪いな。怒られるか。というわけで本日は女子野球選手のカバンの中身チェックでした。変なものはなかったんでちょっと残念でしたけど。女性らしいね。そう、女性らしい。そう、香水とかね、化粧品とか。汗拭きタオルとかなかったっす。汗拭きなんかあのペーパーとかさ。あ、ちゃんとあります。それはもうあるんですか。はい、シーブリーズとかは。あ、持ってます、持ってます。あ、持ってんすね。今これは見せなかったってだけで。そうですね。なるほどなるほどなるほど。後で買いに行くから。やばいやばいやばいっつって。新品入れて、新品入れて、寒いから。そうだよね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お二人の SNS ですね、動画の概要欄貼っておきますので、チェックよろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。